生ハイロングさあ始まりました。生ハイロングラジオの時間です、はい、皆さん久しぶりでございますということでね、はい、最近ね、はい、その時が進むのが早いのか、うん、遅いのかもう分かんないわあ、どういうことですか。さっきもさ前に言ったけどさ、うん、そのこうラジオって考えると、うん、あもうラジオかって思うんだけど、うん、その先週何してたかなって考えたら、はい、ミクチャのやつの撮ったりとか、うん、番組のやつ収録があったりとかね、うんうん、ってなると、うん、1週間長いのよ。なるほどね、うん、もう分かんなくなってきたまあそれだけなんかぎっしりと予定がぎっしりと予定がさすごいよね。すごいよ、売れてないのに売れてはいないのに、いやいや全くね、うん、その1ミリも売れてない、1ミリも売れてないのに、ね、うん、売れかけてもないし、うん、1ミリもこれど何そのもっと暇じゃないの芸人って。いや普通に仕事しているより全然忙しいよマジで。もっと暇だと思ってたわ。なんかね、それバイトしなかったら暇かもしれないね。もちろんもちろんバイトしなかったら暇だよ。けどバイトもしてつつ、うん、ライブも出つつ、うん、暇じゃないじゃん。暇じゃない。何さ。はい。嘘つきじゃんみんな。何が。なんかさ、うん、若手の売れてない時期は暇だ。あ、めちゃくちゃ暇でみたいなエピソードあるの。トークよくしてるでしょ。なんか公園でなんか深夜に集まって、うん、わけわかんない遊びしたとかね。とかね。んな暇ないよ。ない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 。大学生の時はまだわかるよ。わかるわかる、暇だったね。暇だったからね。うん、ないじゃない暇なの。ないよな。うん。なんだろう。やっぱスマホがなかったからかな。スマホがなかったから。昔は。昔は絶対さ、うん、スマホなかったらもっと暇だろ。暇かも。だよな。うん、そういうことじゃない？うん。思ったのよ今日、うん。絶対スマホのせいで寝不足になってるよなって。ああ確かに確かに。人類。うん。完全になってるわ。完全になってるだろう。だって昔の1時間とさ、うん、今の1時間絶対違うじゃん。違う。1時間なんて平気で潰せるでしょ。平気で潰せるよ。その1時間空くなんて、うん、平みたいなもんだもんだよな。正直。その、昔の1時間潰すって。確かに確かに。相当しんどいぜ。だって、最悪さ、うん、集合時間に1時間遅刻されてもさ、うん、潰せちゃうもんね。そうなのよ。そうそうそう、連絡手段もあるし、うん、まあ、潰せるじゃない、うん、なんか見てたら、ずーっと、ゲームやってたりとか。連絡もできるもんな。そう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 、そう。でも、昔のさ、うん、その、携帯もない時代とかのさ、うん、まあ、電話だけでの時代とかだったら、うん、1時間遅刻されたら、あれなんかあったんのかなとかさ、うんうん。連絡も取れないし、みたいなね、うん。そういうことになるよね。確かに。スマホはやばいよ、これは。もうどうしようもできないんだけどね。どう？スマホ、うん、スマホ禁止は何日できる？スマホ禁止？うん、あ、全然1日も無理だね。本気、本気出してよ。本気出して。本気出して。いや、もう、だって連絡手段がないわけでしょ？うん、その、どう、やばいじゃない？やばくない？何が？どうしたんだろうってなるでしょ？その普段連絡取ってる人とかさ、確かに確かに、あと普通に K ダッシュからさ、うん、その連絡来てさ、ガン無視だぜ。確かに。うん。一日もダメだろ。一日もダメだね。ダメだろ、うん、その、お前が全部やってくれんだったら、うん、全然いいよ。うんうんうん。全然できるよ、一、うん、週間とか。確かに。うん。全然はできないけど。まあまあ、そのある程度ね。ある程度はできるけど、うん、もう無理よ。無理だな。無理なことになってんのよ。確かに。うん。そうだよね。うん。この日、あ、空いてますかとか。そう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 。明日空いてますかとか来たらさ。明日空いてますかなわけないよな、でもな。本当に。
まあね、やっぱ事務所入ってやっぱりその、うん、よく聞くじゃない、何がそのなんて言うんだろう、芸能界の時間みたいなさ、うん、急に決まるとかさ、急に決まるみたいなね、本当に急に決まるね。ねえ、なんかすごいよね、普通に明日空いてますかみたいな、うんうんうん、いやでさ、うん、空いてますって言ってさ、うん、空いてますよって言ったらさ、うん、バラシになりましたけどさ、いや、なんなのよっていうね。この前、そうか、お前、そう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 、2日前ぐらいに、うん、なんかとある番組の趣味で、なんか、エキストラかなんかみたいなの言われて、うん、その、開けてくだ、開けれませんかみたいな。空いてますかって、うん、お、空いてますよますって言って、うん、で、マネージャーさんにさ、うん、でもちなみに何時ぐらいですかって言ったら、うん、まだ連絡来ないですって言って。2日前よ。あ、そうですか、うん、って言って、で、飲みに行ってさ、うん、そのスマホ見たらさ、明日バラシになりましたよ、ね、じゃん。しかも夜ね。うん。ああ、そうですか、うん。っていうね。その、うん、衝撃だよね。うん、なんか、衝撃だよね、うん、そう、まあ。すごいよね。でもその事務所が悪いとかで、じゃないと思うよ。もっとその。だって、その事務所の人は連絡待ちなんだもん。うん。うんうん、おかしいなことになってるよな。まあね、うん、すごいよね、急遽、うん、いやだから大変ね、だからバイトできないんだよ、そうね、バイトもできなくなってくんのよ、うん、うん、どうす、なんかどうすればいいの、うん、いやだからもう本当にどうすればいいんだろうって思うわ、うん、事務所から5万とか入んないの、好きその代わり結構自由に開けといてくださいみたいなさ、うん、あ、5万入ったら楽だね。楽じゃない？非常に楽だよ。ねえ。うん。いや、そりゃ、おっきい事務所は無理だよ。うん。わかるよ。うん。5万ね。無理かい？ 5 万。5万ぐらい、なんかその。その代わり手伝いとか別にタダとかでもいいし。はいはいはい。でもその代わり結構ちゃんと開けてくださいみたいな。うん、なるほどね。ちょっと雑務もするからさ。マネージャーさんの手伝いとかもするからさ。する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 。とか5万ぐらい引っ、そう、引っ張り出せないかね。そう、みんなに。みんなは、厳しいんじゃないか？無理？結構多いぞ。いや、でもなんか手伝いとかさ、うん、結局いくらか払うとかだったらさ、まあまあまあ、その分、そう。を、うん、みんなの、時間、うん。だって、30日買うんだよ、時間5万で。そうだよ。めちゃくちゃ安いと思わない？確かにね。うん。そうだね。俺はそういう事務所作ろうかな、じゃあ。5万は払うぞと。うん。5万払うから、その、いつでも飛んでくる、ね。そう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 、自由に開けてくれ。そんなん、そんなん人集まるわけないっしょや。え？そんなん人集まるわけないっしょや。いや、でもその代わりオーディションとか振ってもさ、うん、すぐ受けれるじゃん。そうだな、うん、いや、お前は誰だよその何のコネクションがあんだよお前に。いやー、そう、将来的に、将来的にはね、うん、なるほどね。ただの派遣会社だな、うん、そう、そしたら本当だよ、ただの本当に。いやー、さ、衝撃だったね、やっぱそうなんだ。まあまあしょうがないよね、うん、うん、そういうことなんだろうな。いやー、だからみんなバイトできないんだろうな、うん、そのせいで苦しくなってくんだよ、みんなが。そうだね。5万くれよ。うーん、5万くれよ。5万ぐらいくれるとね。うん。量は何？量。ああ、いいね。量。でもなんか、そういう事務所もあるよね。あ、そうなの？なんか、女性タレントとか量。女性タレントだよ、うん、男はないよそんなの。寮でかくない？寮あったらいいね。1万で寮母さんとかもいてさ、うん、ある程度軽く飯とかも作ってくれてさ、うん、なんな甘くないって。そしたら5万と一緒じゃん、うん、5万と一緒。まあね、ボロくてもいいじゃない。そうだね、寮があったらね。そのさ、うん、ねえ、うん、じゃあ売れなさいってことなんだって。あ、売れなさいってことなんだって。いや、だから、うん、売れるために、うん、その、スケジュール開けて、うん、いいじゃん、その、量で、その、なんね。みんな集まってるからさ、うん、ネタとかも作る、話し合いとかもできるよ。うん、どう？量。
寮はいいかもね。その昔の甲子園強豪校みたいなさ、うん、なるほど、うん、お笑い、お笑いのもう売れろという、そういう、あ、おもろい、いいじゃん。寮で YouTube とかもやってさ、うんうんうん、足しにすりゃいいじゃん、なんかいいじゃん、ね、フライ、なんかいいね、よくない？いいじゃんね。どうよ、いいんじゃない、言ってみ、企画書を持ってくか、言ってみ、手出しステージに、うん、書類持ってく、持ってってみよ、お前なんて言われる、突き放される何言ってんだお前はって入ってすぐになめんなって言われるわ。いや、いい案だと思うけどね。まあまあ楽しそうではあるよね、量、うん、はね、うん、だってそこから一人二人売れりゃ元取れるだろう。まあね、うん、確かに。どう、 YouTube とかも人気出んじゃない、売れっ子いたら。ああ、確かにね、うん、面白そう。 OB が帰ってきた、はい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 、ああ面白そうね。うん、芸人寮ね、うん、うん、芸人寮のライブとかもあったりさ、で有名な OB とかもたまに来てくれてさ、いい、ね、うん、そしたらなんかその縦のつながりも結構強めの、うん、ね、うん、いいかもしれないね。おお、どうよ。いやな、そんな、もうこんなさ、若手がさ、トークとかもできそうじゃない、うん、いや、できそうだけど、うん、んな若手がさ、うん、何言ってんだいって話なんじゃ。いやでもその、うん、凝り固まったジジイ芸人どもはね、うん、こういう発想がないわけだから、うん、もう、おうん、おう、若いやつらの意見を、うん、こういう革新的なのは、うん、誰かが聞く耳持ってたないとダメなのよ、うん、なるほどね。俺らだってもう10年後言ってないんだから、こんなこと、はいはいはい、うん、言ってないな、言ってないだろ、うん、もうやろう。ぜひともちょっとじゃあ先頭に立って高島さん、はい、ね、僕らは支えますんで、支え、頼むよ、うん、後ろ見たら誰もいないとかね俺だけなんかその事務所の前でうおーって言って会議室ガチャって入ってたら気づいたら誰もいないとかないね。だって別に事務所に立てつくわけじゃないんでしょ。そう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 、全然提案だからね。そうそう、こういうのはいいんじゃないっていう、はい、その提案としてね。そうそうそう、勝手にやってくださいって言われたらどうすんの。うん、その勝手に自分たちでやっとるんじゃないですかって。あ、寮を作ったりってこと。そう、いや、そんなお金がねえっつってんだからその事務所でやったらどうなんだっていう。そんなのは事務所は、うん、だってそんな利益になるかどうか分かんないんで、うん、出せませんって言われて、だから分かんない上で企画して出してんだから、うん、突き返す前に一回話を聞けってもう喧嘩腰になってるから大丈夫かい。うん、そう、いいんだ、売れてる人もちょっと出す、出す、入れろ一人、うん、はいはいはい、うん、別に毎日いなくったっていいんだから、うん、もう大人の寮なんだから、うんうん、別にそのね、はい、誰かん家に泊まってもいいわ、知り合いの家泊まってもいいし、うんうん、他の芸人の友達の、はい、他事務所の芸人の家泊まってもいいし、はいはい、好きに遊びに行って飲みに行って帰ってくるでもいいんだから、うんうん、ちょっと入ってくんねえかああ、うん、いや、いいんじゃないですか、面白そうだけど。夜ネタ見せ会とかやって、うん、ああいいんじゃない、売れるんじゃない、その方がっていう、売れるかもね、うん、確かにね、面白くなってる、お笑いにそのひたむきに、そう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 、なれそうですね、うん、確かになかなか厳しいんだろうなまあでもちょっとだから高島さん、うん、期待します。じゃあ俺が、はい、売れたら、うん、これ作るわ。お前が売れたらね。俺が売れて作る。うん、あ、いいじゃない。かっこいい。うん、お笑い料を。若手のためにね。若手のためのあ、いいね。うん。うん。なんかいるでしょ、こう。やってったんじゃない？今までもそういう人いたと思うんだけど、うん、誰も売れなくて、首回んなくなって、うん、結局その、閉鎖されて、閉鎖されてくる。ってと思うんだよな。やっぱね、お笑い、売れた時のお笑い同士を、うん、じゃあ、一緒に投資してくれる人を。そのさ、うん、俺らみたいにさ、うん、結構ひたむきで真面目なさ、うん、芸人だったらいいよ。うん。本当にただのクズみたいなやつだっているわけだろいるねー。そのお笑いという傘にかぶって、うん、うん。ただニートをしてるような、ね、みたいな、フリーター。みたいな芸人もいるだろ、うん、
そういうのはやっぱ士気が下がるじゃない。いやでもそれは審査があるよ、うん、やっぱ量も人気になってきたら、うん、それ脱落してくよ。どうしたらかわいそうじゃない。落ち家ないんだもん。そんな奴らは知らないよ。やる気ねえんだもん。だって、ね、いやこれは売れるための量だから。ああなるほどね。そう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 。あ、そうだな、うん、わかんない、うん、その学費とか取り出すかもしんないね。このテンションで行くと今のはそのなんか儲けようとしだす可能性があるわ、ね、そうでしょ、うん、そうなったら良くないね、うんうん、その寮に入るための試験とかやりだすとまた話変わってくるんだな、うん、そうだな。難しいね。なんか難しいよ、うん、誰が言ってんのよって話ですね。本当に所属して2ヶ月ぐらいですか。2ヶ月も経ってないですよ。いつ所属したん俺らは。俺ら6月の6月かい。何日だったっけな。あ、6月1日からとかだっけ。いや違う。あ、違った。ここの分かんないわ。な、月曜から、うん、月曜から6月のどっかの月曜、6月の第1週か第2週の第2週の月曜とかだった気がするけど、ね、あ、そう、まだ1ヶ月ちょいかい。はい、あら、本当に時が進んでないね。そうなってくるとね。確かに、うん、所属して一発目のゴールドライブは先月だったね。先月残留。なるほど。しんどいね。はい、こう所属前はさ、うん、こうフリーで、はい、M&キングオブコントのネタをやるみたいな、はい、去年はさ、うん、仕上げるみたいな感じだったけどさ、うんうん、今年はそのなんかじゃあ、うん、そのなんだ M1 も仕上げ、はい、キングオブコント仕上げ、はい、じゃあなんだミクチャのその配信があるだ、うん、そのキンなんだ、うん、なんかゴールドライブはまた新ネタだ、はい、なんだ、うん、主催ライブをやりたいだ、うん、その1個2個じゃ全然ダメだね。四方八方がすごいよね。うん、とんでもないな。しょうがないよ、そういう職業なんだから。ね。忙しいね。忙しい。ね。忙しいかったんだね。忙しかったよ。そうよ。そういう。まあいいんじゃないですか、芸人らしくて。俺忙しいのは好きじゃないんだけどね。まあだってその怠惰寄りの人間だからでしょ。そうね、うん、好きじゃないんだけど、まあ好きなことしてるからしょうがないよね。しょうがないと思うよ、本当にね、うん、でバイトを休めばいいだけの話だからな。そうね、うん、だからそのいい感じのバランスのところをまだ見つけれてないからね。そう所属したばっかりだから分かんないんだよね、うん、そのなんとなくがなんとなくがね、うんうん、ああこういうサイクルで回していけばいいかなみたいな。そうがさまだねちょっとつかめないよね、うん、頑張りましょうよ。うん、最近疲れてるのよ前。え、最近疲れてない？なんか疲れてる、うん、そんなことないけどね。あ、そう？うん。なんかいつも眠そうにしてない？まあ1時半だからじゃない。うん、1時半だからだと思うけどね。シンプルに時間がね、うん。それはだって1時半の人間って眠いんじゃないか？うん、いやでも前はさ、うん、なんか1時半でも。うん、元気だったでしょ。ああ、確かにね。うん、まあ今日長かったからな、バイトもな。あ、そうだね、うんうん、っていうのもあるかもしれないな。なるほどね、うん、いやそう、うん、だから僕はいつも2時ぐらい寝てるから、うん、おかしなことになってるけど、うん、おかしいんだから2時寝なんて。そうだね、正直に考えておかしいね、サイクルとして。うん、平気で2時だもんな、絶対。そうだね。9時に寝たってたんだよ。え？小学生の頃は。俺。じゃあお前早かったんだよな。9時に寝てたんだよ。9時になんて寝れないよ。まあでも
まあ7時とかに起きてじゃない、うん、学校朝ね。そう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 、確かに早起きなんだよな。うん、そしたら夜眠くなる、ね、でも割と9時ぐらいにね、起き9時前に起きてるでしょ。そうだよ、結構眠いよそれは。だから寝みんだって。だから寝みんだ。で俺もだって7時半に起きてるからね。いやだからそのお前は一段とやばいよ、ね、俺より普通に。たまにそのイカれたようなクマできてる。自分でも気づくぐらいの。あるね、うん、そうそうそう。俺寝るのは好きだからな。でも休日俺の方が寝てない？寝てる。あのね、うん、俺ねその予定がある時も寝るのが好きなんだよ。え、どういうこと？どういうこと？その予定があるのに寝ちゃうみたいなのが好きなの。うん、え、遅刻ってこと？うん、いやだからバイトも本当にギリギリまで寝る。はい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 。で、うわね、寝足りないなって思って行くけど、うん、なんかね、休日も、結局9時ぐらいに起きちゃってんだよな。早いよね。うん、10時とか。うん。その、意外に行かないね。14時とかまで。うん、2時とかまでね。最近寝てないもんね。休日でもね、うん。そうなんだよ。起きちゃうんだよ。なんか知らんけど。また、なんただスマホを無駄にいじってる2時間とかね。そうね。なのよ。なんか起きちゃうんだよね、その予定ない方が。うん、イメージある。休日の方が早起きしちゃうタイプ、うん、俺は。そうよ。でも何も成し得てないでしょ。何にも成し得てないその、うん、別にさネタとかでもなくてさ、うんうん、そのせっかく休日だから、うん、なんか遊びに行くとかさ、そのなんか自分のしたいことをするとか、うん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 、でもないじゃん。ないよ本当になんか、うん、カスみたいなさ。なんかね、休日になるとどっとね、なんかあの、うん、その休日じゃない日に見たいね、うん、あの映画とか、はい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 、ドラマとかね、うん、こうね急に休日になるとね興味なくなんだよね。全然見てても楽しくないの。今月もさ、うん、なんか1日2日休日あったじゃん、うん、何してたの？俺はさ結構まあ、9時ぐらいにはもう出かけてたよ、朝。はい、あれはもうゲロ二日酔い。あ、二日とも？ああ。二日とも、そうじゃねえか？二日とも二日酔い、俺。いや、そんなことないよ。一日は違うか。一日だけは二日酔いだし、うんうん、もう一日は。もう一日は普通に休みじゃないか。もう一日は普通に休み。でも飲んで帰ってきてる？それも。ないけど、ね、そんなことないよな、うん、1日はマジ本当に二日酔いで、うん、俺だけバイトだった日とかなんて、ね、ああそうだったね、うん、俺は二日酔いで、うん、ほぼグロッキーだったわ。え、普通に丸一日休みの日は何もしてない？何してたっけな。普通になんか家のあれしてたと思うよ。あの洗濯とか無限洗濯、無限洗濯してた気がする。お前は無限に食べるもんな。洗濯、無限洗濯と、うん、あれか、食器洗ったりとか、うん、なんかそういう家事してた気がするな。でもわかる、うん、俺もそのお前いない休日って、うんうんうん、なんかその布団のシーツとか洗ったり、そう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 。その普段しないトイレ掃除とかなんかしちゃったりして、うん、そう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 、なんか気持ちをね、フル、なんかリフレッシュさせる。わかるわかるなぁ。てるった気がする。うん。だって結構俺は休みの日出かけるか、うん、普通に風呂とか行ったり、はい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 。するけど、うん。お前ほんとケンタッキーしか食わない。お前、高確率でケンタッキーだよな。いやー、これが至福の時間でね。ケンタッキー食って、うん、たまったテレビ見んのが、うん、本当楽しくてしょうがないんだね。普通にインドアなのかな、割とね。なんか外出ちゃうと、まあ出たら出たでいいんだけど、うん、疲れちゃうんだよね、結局帰ってきてから。まあまあ疲れはするよ。その、うん、リフレッシュになんないんだよね。でも気持ちが違くない？うん？
気持ちが、いやなんかその、うん、外遊びに行くじゃん、うん、で帰ってきて、うん、へーって一人の時間も欲しいのよ。あ、はい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 、がちょっと足りないの、足りなくなっちゃう。じゃあ本当に土日フルで休みとかだったら一日、そう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 、土曜だけ出かけて、うん、日曜もうゲボみたいなゲボ人間になる。ゲボ人間が好きなのよ。あー、なるほどね。そうそうそう、そうなのよね。で、あれでしょ、誘われたら遊びに行く、うん、あ、誘われたら行く、行く、行くよ。遅刻気味で、遅刻気味でもね、遅刻気味で行くと思う。あ、誘われたらね、相手って休日だったら、うん、割とインドアなんだな。そうそうそう、一人で外に遊びに行くことはないな。いや、なんか休みで、うん、なんか人、自分だけ休みで、うん、そのドブみたいな生活した時に、うん、夕方ぐらいに、うん、いやもったいねーってなっちゃうんだよね。いやわかるよ、うん、わかるって、それはすげえそれもわかんのね。めっちゃわかるよ、うん、けど大事なんだよあれが。ドブ人間の日、ドブ人間の日は1ヶ月に1回ぐらいあっていいんだよ、ドブ人間ドブ人間言いたいだけだよ。うん、大学の時なんて本当にドブみたいな、あ、人間だったからね俺は。なるほどね。うん、本当に無意味にずっとパワープロやってたりとか。ああ、その架空の、うん、架空の幼いで、うん、その年俸10億とかでやってたりとか。ああ、うん、結構俺休日は実家だったから大学時代、うんうんうん、普通にやっぱ外出たくなって、うん、まあ友達誘うか、うん、普通に、まあ、誘わないでも、はいはいはい、普通に弟と昼飯行ったり、ああいいね、母さんの買い物に無駄に付き合ったり、非常にいいじゃない、普通にただスーパー行くだけで、でなんか一緒に料理作ったり、いいねいいね、そのなんかしないと、うんうんうん、そのなんだこの日ってなんだよ。なるほどね、うん、俺はマジでパチンコあーすごい、やっぱその典型的だ、うん、何何、そのやっぱそのドブ休日の人だ、うん、そのパチンコあるとね早起きできんのね。知ってたね、うん、ビャーンドキンの、うん、抽選行かなきゃ、うん、ってなって、今はもう全然行ってないんだけどさ、うんうんうん、忙しくてさ、学生時代そうだったな、うんうん、でなんか昼過ぎで天下一品食って、うん、帰ってきてブワーって寝てまた結局ドブじゃんで6時ぐらいにまた起きて、うん、なんかあマックで食おうっつってマック食って今日もドブだったなっていうのやってたね。だって俺あの休日でお前いない時、うん、で家にいる時、うん、暇だから昼ぐらいから、はいはいはい、あの温泉あるじゃん近く、うん、あ6時間パックとかあるね、だ6時間パックで行って風呂入って上がって、うん、その短パン半袖みたいな、うんうん、漫画ね、そうそう読んで、もう一回入って、うん、帰ってきて、うん、で飯作って、はいはい、ちょっとめんどくさい飯作って、いいよね、そう、かがたまーに休日めんどくさい飯ちゃんと作ってるよね、めんどくさい飯作る、いや偉いよ、その炊飯器で角煮作ったり、あいいや、すごいねそのなんか楽しいのよ、好きなんだねやっぱりね、いやそういうとこはね、うん、なんかねバカにしないよ飯好きを、ああ、そういうところは、そういうところはね俺ね、うん、素敵だなって思う、あ、やっぱ店行ってしょうもない飯なんか文句つけてんのがダメダメね、うん、あ、そうなんだ、好きなんだよな、自分でそれ、うん、本当にご飯作るのが好きなんだなと思って、うん、俺はそこはもうめんどくさいってなっちゃう人、外食も好きなんだけどね普通にね、うん、いや家飯の方がいいよ、外食は印象もないからね、うん、いや、その実はお前もちょいちょい飯うるさいだろ俺の影に隠れてるだけでやっぱハイロングって飯うるさいよ、いや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 、うん、うん、そんなうるさくないけどね、まあまあまあ、タカが言うから俺も言うだけで
いやでも先輩と飯行ったらお前が文句言ってたろ、飯に。何これ、唐揚げに。いやだってあれは味ないじゃん。違うじゃん、そのあれは味がないからその唐揚げあれをうまいうまい食ってたらお前は唐揚げ知らないんですかってなるから、あれは、さすがに。あれ、でも迷ったな、俺は。何？であれさ、うん、その先輩がおごってくれてる、はいはいはい、居酒屋の唐揚げ、うん、結構その上の先輩ね、うん。で、その、まあ文句言わず食った方がいいのか、みたいな、うん。ああ、なるほどね。つつ、おさが、これ味ねら、塩頼みましょう、とか言って。いや、だって俺、それに対して、まずいなぁとは言ってないじゃん。確かに確かに。味がないんだもん、普通にあの唐揚げには。それはさ、その先輩がおごってもらってようが、うん、何されようが、いや、味がないですよっていうことだから。うん。で、その、うん、まあ、先輩は、うん、行ったことある店だし、はいはいはい、その、ね、普段うまいと思って食ってる可能性があるじゃん。うん、その唐揚げを。ああ、確かにね。で、味ないとか言われたらさ、うん、その一応批判ではあるじゃん。あ、そうなのか。うん。ああ、そうか。あ、おさが、後輩連れてって、うん、飯ね、うん。で、お前はうまいと思ってるけど別に言ってないの。うん、居酒屋で頼んで。うん、後輩が、味ないっすね塩くださいとか言ってたら、まあまあその、うん、失礼っちゃ失礼ではあるじゃん。いや、自分がうまいと思ってたらね。そうそう。それは俺言うと思う。おいって、うん、お前は何も分かってねえなって俺は言うもん、うん、でもお前はな、うん、お前はな、俺はね、うん、俺は言うよ、うん、そいつにはね。でもいやでもあの唐揚げはみんな味ないって言ってたでしょ、結局あれは味なかったな。味ないんだもん。あんな無味無臭の唐揚げ食ったことないな。ただ衣つけて揚げただけじゃん。下味っていう概念がない。まあまあ、下味はないんだろうね。だとしたらマヨは、ね、横に添えててほしいし、なんならその七味だの醤油だのあったら、うん、そうだね、うん、そう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 、うん、なかったからな味が。そのなんか素揚げでももうちょいマヨ。そうね、うん、なんか鶏をなんか水に3日つけて味抜いて、鶏スープの出汁とかでもう全部抜いた鶏を揚げてるみたいな。あ、なるほどね。なんか確かにあの肉にもね味がついてなかったんだよな。うん、鶏食感のなんか水味。確かにあれおもろかったな。いやでも先輩たちもなんかいじってただろ。まあね。ピカピの漬物が来る店だみたいな。そ、ね、あそこはね。うん。うん、いや。今日はみずみずしいな。うん。衝撃のナスの漬物が出るぞとか言ってね。言って、うん。全然普通だったけど。うん。結果うまかったけどな。なんか、うん。みんなで食べると美味しいからね。本当にそうだと思うよね。うん、やっぱ飯って。どうなの？一人キャンプで一人バーベキューとかってできる？いや、絶対できないよ。できるわけがないだろ。こんな怠惰なやつがさ。まあ。一人キャンプにすら行かないし、うん、一人でバーベキューすらしないと思う。ああ、もう？うん。ああ、まあでもあれはすると思うわ。あの、ガスコンロ、ね。ガスコンロみたいなやつはまだいいわ。あーちょっと炭は一人や、や、めんどくさいな。めんどくさいっちゃめんどくさい。そうでしょ、うん、みんなとやるならバーベキュー好きだけど、一、うん、人でさすがにはないな。いやー、できそう俺。いや、まだ無理よ。うん、まだ無理だけど、もしかしたらできそう。うん、やってそう。うん、いいじゃん。キャンプでそのなんかめんどくさい飯作ってそれ、うん、はいはいはい、あ、いいね、うん、趣味あっていいじゃん、そういうおじさん趣味、おじさん趣味な、うん、やってそうだけどな、ちょっとまあやらないだろうね、うん、本当に売れた休日とか何してんだろうね、売れた人の休日、うん、どうなんだろう、いやだからみんな今もうサウナじゃない。サウナ、ソロキャンプ、ね、芸人のキャンプも多いね。おじさんたち売れてる釣りとか、ね、ゴルフとか、ね、ゴルフ、あ、ゴルフだってあるじゃん。釣り、
もうだからその売れたおじさん芸人たちはみんなそうじゃない、キャンプか釣りか、うんうん、ゴルフか、確かにだね。な、何する、自分、うん、何してると思う。 俺、うん、俺は子供と遊んでると思う。いやそれはずるいわ。何？それは俺だって家族がいたら家族と過ごすよ。ああそうね。一旦一人よ。一旦一人で。でしょ。俺ね。うん、ああでもなんだろうね。子供はそれそうよ。そうだな、うん。やっぱゴルフとかをやってたりすんじゃないの？ゴルフ？ゴルフじゃないの？結構朝早いよ。うん？朝早いよ。いや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 。楽しいんだろうね。それ朝は早く起きるぐらい楽しいんでしょ。前日の夜仕事よ。ん？前日の夜は仕事よ。いや、なんかそれでも行くよみんな。行くよね。あん、居酒屋でさ、うん、飲んでたりもさ。はい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 。マスターとか2時ぐらいまでね、うん、店やってんのに。そうかそうか。朝4時半ぐらいですとか言ってたよ。行かれたね。いや、泊まって行かれてるなって思う時あるよね。あるある。結構。いや車の中で寝るんで大丈夫ですっつって、いや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 、それぐらい好きなんで、なるほどな、うん、あ楽しいんでしょ。なんだろうな、俺結局家にいるかな、結局家でコンサドーレじゃない、うんコンサドーレ見てビールでも飲んでんじゃない。うわあ寂しい、急に。で夜はそのクソみたいな後輩芸人誘って飲みに行くでしょ、うん、そうだね。でよいしょよいしょされて、うん、おいなんだそれは、もう悲しい未来になったぞ急に。いや売れてるけどね、うん、売れてはいるよ。いや売れてるけど、高い店に後輩連れて、うん、これマジねとか言わせて、うんうん、まあいいよ俺はもう食えないから、いいんだみんなで食えば、家族もいないしお金は余ってるからさ。おい急に悲しい未来じゃん。いや売れてるよ、うん、いや売れてるけど、人気だよそれは。売れてるけどなんか俺の思い描く未来じゃないな、それは。2時キックオフのサッカーをビール飲みながら、うんうん、見てね、見て、うわなんかシャワー入って 5,6 時から泣くでしょ普通に帰ってきた時。うん、泣くって多分悲しいわそれは。もうその女の子にガツガツとか言うのもなくなってるからね。ないだろうね、もう性欲もないしね、ないないない多分ね、うん、わガツガツだから女の子にやっぱガツガツ行くタイプの 4,50 代の方がいいんだろうな、その結局か、ちゃんと趣味があるかじゃない、うん、それこそゴルフなんだ、ね、趣味があるか、うん、もうガツガツ行くかっていう、うん、だからないと覇気がないんだよ、なくなっちゃうんだよ、うん、やっぱ寂れてくよね、寂れてくね、うん、だからなんか仕事なんかさ、うん、YouTube とかでさ、うん、いけすかない社長いっぱい出てくるじゃん、うん、すんげえ女にもがっついてそうじゃん、はい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 、はい、意外に大事なんだよ、なるほどな、活力が、うん、うん、元気あるもんな、そうそう元気があるよね、うん、そういう人たちってやっぱり、確かに、うん、いけすかないけどね、いけすかないよ本当に、下品だなって思うし、うん、けど大事なんだよ、いろんな人傷つけてな、何こう、いいだろ金あんだから確かに、うん、どうせ俺らのことなんかなんかバカにしてるしな、そういうやつらって、うん、電気にこびりついた糞ぐらいにしか思ってないよ、クソが、こびりついた糞だって臭いんだからな牙むくからな、何の話を40分してんだ俺らは、一個も覚えてない本当に、うん、すごいね、すごいよ、うん、本当に無駄な40分を過ごしてるよ聞いた人も、いやいやそれはそんなことないよ、それは楽しんでるちゃんと、うん、じゃあ俺らのエッセンスが詰まった40分にはなってると思うけどね、うん、いやその俺ら
トークだから、うんうん、こういうことを結構その日々喋ってるよっていうことだから、本当にそうだね、うん、そう本当にラジオ撮ってなくてもマジでこのくだらない話してるからね、うん、をしてるから、うん、それは一日も過ぎるの早いよな40分もこんな話してたりするんだから確かに、そのもちろんね、こうやって対面では話してないよ、うん、なんか携帯いじりながらとか、うん、全然そう、タバコ吸いながらとか、うん、でトータルでこれぐらい一日の中で話すんだから、うん、確かに、うん、だってさ、こうライブ行って帰ってくるって考えたらさ、うん、そのライブ以外でさ、うん、多分2人で1時間以上話してるでしょ、話してる、全然異常だよね、異常だよ、ネタとかじゃない話でも1時間ぐらい話すでしょ、うん、そう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 、あの本当に近所のババアって感じ確かに付き合いしてた、確かに、なんか近所のババアってなんであんな話するんだって思ってたけどさマジでこんな話、なんかわけわかんない話してんだろうね、そう、なんよくわかんない話をずっとしてんだよ、あ、うん、楽しいんだよそれが、そういうことなんだね、うん、何を1時間も話してんだって思ってたけど、うん、思ってた思ってた、話すんだよ、話すんだね、そういえばさ、ああ、うん、こういえばさとか、うんうん、あ、このあそこになんかできたの知ってるとかさあそこになんかできたの知ってる言ってそう、うん、この間どこどこ行ってさとか、うん、そういうことなんだよね、でもこのラジオの10倍つまんない話してるでしょ、うん、まあね、主婦なんて、うん、そうだな、うん、でもいいんだよそれが、それが楽しいのか、うん、確かに高校学生の頃なんてそんな話ばっかりだもんな、そうだね、もう覚えてないよ学生の頃何の話したか、まあ、このラジオで何話したかもあんま覚えてないしなんか知らんけど喋ったら40分経ってたわ、いやびっくりだよ、うん、はい、なんかね、うん、トム・ブラウンさんの単独の手伝いでもしたんですけどね、ああそうそうね、土曜ね、その話もしたかったんですけどね、うん、そう、その話しようっつってラジオ始めたのにさ、うん、なんかもうわけわかんない話で終わっちゃったねそうなんですよ、うん、初めてのお手伝いでしたのにね、うん、軽く聞かせてよ、何軽くさ、いやだからそのトム・ブラウンの布川さんに、うん、ちょっと幼いと村上、あの村竹の村上さんがね、うん、なんか飲み会で喧嘩したみたいな、はい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 、はい、してないんだけどね、そういうくだりがあって、ね、があってね、うん、じゃあちょっとお前ら二人、うん、ちょっとなんか人間のモニュメントになれよみたいな、ライブのなんかね、そうそうそう、うん、ライブのテーマがなんかラブみたいな感じだったから、うん、そうそうそう、ちょっとハートのなんか人間のモニュメントみたいになれみたいな、なんかツイッターとかでも画像上がってお客さんとかも上げてたけどさ、うんうんうん、あのピンクの全身タイツにハートの風船とか貼って、そうそうそう、それ銅像みたいに立ってるみたいな、立ってるみたいな感じで やってた、うん、やってて、うん、だからもう会場から30分ぐらいか、うん、30分から1時間ないぐらい、ずっと無の、うん、無の銅像だからね、そう、表情とかにも出さず微動だにしないっていう、うん、無の顔してたんだけどさ、うん、リアクションに困るんだよね、この写真撮ってくださいとか、はい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 、はい、写真撮っていいですかとか言われると、うん、そのはいですよはちょっとコンセプトと違う、違う違う違う、銅像だからね、だから海外とかであるさ、うん、あのパントマイムのさ銅像みたいなイメージでやってるから、はい、はい、はい、いいですよそれ金土でさやってたじゃん、うんうん、で金曜からお前はいて、あれ土曜だけだったじゃん、うんうん、で土曜行ったらさその、うん、なんかさ平気でさ、うん、なんかそのお前がさそのピンクの全身タイツに着替え出してさえ何やってんのこいつって思ったんだから俺最初知らないから、確かに、そうそうそう、なんかその、うん、村上さんと幼いが、うん、なんか二人でよしそろそろだなみたいな顔でなんか着替えて、高島ちょっと風船膨らましてくれとかなんか風船渡されて、うん、何やってんの確かに、そう、よく何の説明もなく受け入れてたな、いやそうそう、ちょっとパニックだったのよ、あ、なるほどね、何をしてんのか、もう金曜日
金土であってね、そうそうそう、金曜日の時点からやってたから、そうそう、お前はね行ってたから、うん、金から、はい、そうなのよ、そうだ、俺はのなんだなんだというそう、まあ、写真もなんかでたくさん撮ってもらえてよかった、そうそう、よかったね、はい、うん、だからあの先輩とか知り合いとか通った時困ったでしょ、そうなのよ、だからそのチーフマネージャーの人とかもう、うん、明らか前通って、うん、めっちゃ写真撮ってんだよ、うん、俺のね、こうやってスマホで。はいはい、なんか使ったりするの。チームマネージャーさんがね。うん、でも、おはようございますとも言えないし、うんうんうん。一応。一応ね、コンセプトを守る。うん、そう。で、普通にそのプライベートで、うん、なんか見に来てる先輩芸人とかも。そういたじゃない？いた。関係者席の芸人の方とかさ、うん、挨拶できないしさ。できないから。むずいよね。本当に。あの時は。あの時は、あの時はおはようございました、挨拶しおくれました意味わかんないけどな、それもいやー、そうなんだ、おもろいな、なかなか、うん、作家さんにも好評でしたよ、あーよかった、お幼いは、うん、いい顔するねって言われて、あー、あのトム・ブラウンさんの作家さんね、そう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 、いい顔するね、すごい優しい人だったね、めちゃくちゃ優しい人だったよ、ね、なんか北海道だったでしょ、うん、あの作家さんもね、うんうん、札幌吉本にいたっつってたけどな、ね、はい、いい人が多いねやっぱりね、うん、いい人だらけ、うん、ラブですね、お、うん、その手伝いはあんまり使わんけどな、その締めくくりにライブのタイトルみたいな本人がやるやつだから何がお前その先輩のライブのやつで綺麗になんかまとめたみたいな顔してんだよ一役買いましたんで、あ、よかったよかった、うん、いい役割、ありがたいね、でもね、できました、2月1日になってくれて ね、はい、ね、うん、夢やまさるに負けそうだったけどね、あの花、そうそう、夢やまさるさんがその花をね、うん、その送ってて、うん、みんな夢やまさるの方に、わあ夢やまさるだみたいな、みんな写真撮ってて俺の方に見向きもされるええ人いたみたいなあ、そのレベルで、まあでもね、やっぱ花で夢やまさるさんあれはおもろいもんなね、うん、やっぱその因縁というかさ、うん、というので、はい、だからちょっと場所金曜日の位置と土曜日の位置を変えてくれっつって、うん、いやだからそのなんか土曜日もさ、俺が手伝いに行ったらさ、うん、なんかお前と村上さんとなんか作家さんか、うん、誰か先輩かな、うん、作家さんかな、うん、そのいや幼いは夢や勝に負けるからな、場所変えようか、マジで何の話してんのそう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 、うん、夢や勝に負けますったら、そうそうそう、あ、ちょっと場所変えるか、なんかあ、そうだよなみたいな、なんか分かる分かるみたいな、いや何にも分かんないはい、そうそう、だから位置を変えてもらう、うん、なかなかありがたいですね、うん、大きいライブもできるようになるといいですね、いやー話は厳しいんじゃないですかいやそのいつかよ、いつかね、うん、あのキャパはすごいからね、500も入ってたのかな、なんか400ぐらい来てる、あ、そうなんだ、400キャパぐらいじゃないかな、すごい、マジですごいよね、それを3公演だからね、東京だけでも1200人ぐらい、1000は超えてんじゃない、はい、ということで、はい、うん、今週はこの辺でございます、い、来週までしましょう、まちょー、はい、じゃあね、ナマラハイロング